こんにちは、モスマンです。12月3日の土曜日の2歳戦でこれはいいなと思ったフルングニル、そして1レースの方でもね、ユティフルかな、これがすごいですね。ユティタム、ユティタムは8馬身差で、まあパッと見ね派手ですよね。だからユティタムもジャスティファイのこれ良かったけども、ユティタムをデビュー戦でボコっているペリエールの方が逆に、すごいなっていうね。ユティタムが勝つことでペリエールの、まあ、強さが浮き彫りになるって感じじゃないですか。で今回は僕はこっちのフルングリングの方をちょっとね取り上げたいなと思って、勝ってこの競馬すごかったので、すごいねこの馬と思って血統を見たら、あ、エリザベスタワーのハーフブラザーなんだっていうね。血統がいいから追っかけてたんじゃなくて、競馬っぷりすごいから調べてみたら、あ、こんな血統馬だったかっていうパターンですね。ダートですけど、イスラボニータのこれね、結構これはっていうのがまた一頭出たので楽しみだなってことです。で、どの辺がすごかった、どの辺がいいと思ったかっていうのをちょっとこう簡単にお話ししたいんですけども、まずはスタートしてからさ、インテンソが花主張してライアムワキシュが行きまして、でもフルングニグがまあね外枠だったもんだから、外からこう切れ込んできてちょっとかかってんですよね。口をもう少し悪気味で馬行きたがってるとこで、川田騎手でもこの辺彼らはあんまりこうレッドイットゴーをしないんですよね。行かせないで結構彼はしっかりとガチッと抑える感じ。福永騎手とかルメール騎手とか、あ、まあ竹豊騎手なんかとはちょっととこういう2歳戦で引っかかった時の、まあ、対処が違いがあるかなって個人的に思うんですけども、生かすんじゃなくてガッとね抑え込む感じかな。向こう正面ぐらいである程度折り合いがついて、向こう正面でフルングニルとインテンソが、まあ、後ろを、まあ、かなりちぎる形で2頭並走する競馬になって、わあこれ、まあ、そんなにものすごいオーバーペースじゃなかったけども、まあ、アメリカみたいな競馬になってるなと思って見てたんです。でこのままワンツーで決まったらこれはすごいなって思ってたんですけども、インテンソの方が脱落して4着、まあこれは仕方ないよね、あれだけびっしりいけばね。逆にフルングニルの方が、まあ、2馬身と2分の1つけて勝ったんですけども、時計っていうかそのタイム見ても優秀だなって思うわけなんです。パフォーマンスも良かったんだけども、2着のブリリオが6653っていうね中通過順位で上がり37秒7で2着に上がってきてるんですけど、これがメンバー最速なんですけども、フルングニルがあれだけ前でねあのやり合ったっていうか、まあ足ある程度使って、しかも 1,2 コーナーでかかっていたにもかかわらずね、38秒1でまとめて、これが2着のブリリオに次いでメンバー中2番目の上がりなんですね。だから上がりのサーハロンだけ見てもあんだけ前行ってやり合っていたのにさらに伸びてるんですよね、この馬がね。後ろに行っていた馬より、まあ要は足を溜めるような形になっていた馬たちよりも足あるんですよ。でこれは相当強いなって思いましたね。いや、こういう競馬する馬が出てくると、おおってやっぱちょっとわっと思いますよね。わっと思った時の感動をそのまま動画にするっていうのがテーマなんで、とりあえず今ノープランで話してるんですけど、顔もこのソックスが1本ねここにあって青影だし、藤奇跡の遺伝子はしっかりと表に出てる。やっぱ富士奇跡はね、このソックスがあるっていうのがね、これ一つポイントですよね。イスラボニータもお父さんの富士奇跡そっくりな顔の馬だったから、孫のダイバーにしっかりこのソックス、そして青影、この辺もちゃんと富士奇跡出てるしね。まあ2月24日生まれっていうのも、まあもうちょっと遅くてもいいのかもしれないけども、まあ早すぎず遅すぎずかもしれない。何しろ今見てびっくり、この馬562キロっていうね、なんつーデカさだっていう超巨漢馬っすね。こんだけでかいと寒い時期って調整難しかったりするのかなと思う。小ずんだり、特にコバになってくるとね、筋肉硬くなって小ずんだりとか言うじゃないですか。あんまりでかいのも考えもんだからね。この馬はちょっとびっくりするぐらいでかいんで、どうでしょうね。大きいところ出てきた時に、これだけでかいと多分話題になるよね。ほんとでかい。562キロってなかなかだぜ。これ2歳っすからね。結構派手。イスラボニータ3区で、車大レースホースで、まあクラシック目指してくれたら面白いんだけども、別にダートね、走ったとしても、まあユニコーンステークスから、ジャパンダートダービーとかもあるしね。ダート路線でもイスラボニータ3区、もちろん、楽しめるので、この馬のこの勝ち方は結構派手ですね。ほっと派手よ。すごいね。競馬っぷりの内容がとにかく良かった。そして蓋開けてみたら、エリザベスタワーの、まあ、
ハーフブラザーっていうことで、いやすごい馬デビューしたなと、馬っぷりもすごいが走りっぷりもすごかったね。この次ね、この4着に敗れたインテンソ、うん、ドラメンテサンクなんだけどね、あ、母の父がノートフォーセールだから、これアルゼンチンの馬だね。お母さんミスセレンディピティっていうのが、おそらくアルゼンチンからの輸入繁殖牝馬なんだと思うけど、こいつが返しの未勝利をぶち抜いて勝つようだと、やっぱりだよねと思うんで、フルングニル楽しみにしたいと思います。そしてちょっとだけ触りで言ったけど、こっちの1レースの方ね、ユティタム、この馬もまあ8馬身差ですごい勝ち方してわーと思ったわけなんですけど、ジャスティファイの子らしね、これも楽しみだが、これをデビュー戦でボコってるペリエールっていうのもね、もうすでに2勝目上げてるし、今ね正直今週その朝日杯フューチュリティステークスの週ですが、芝路線でさ、今ちょっとこれっていうのがまだ僕の中でいないんですよ。マイネルエンペラー楽しみだなぐらいでさ、ノッキングポイントは年明けの京成杯行くっていうしね、よっぽどちょっとダートの方でこっちの方が楽しみかなっていうふうに今思いました。とにかくちょっとこの勝ち方はなかなかえぐいよ、本当に。競り落とした方の馬も相当強そうだしね、楽しみになりましたね。はい、ということで、今週の2歳戦、この馬良かったなっていう、そんな感じです。ご視聴いただきましてありがとうございます。